ぼーっと生きてんじゃねえよ。と、思わず、自分に突っ込みを入れてしまいました。最初に目にしたのは、早朝の NHK さんのとある番組。そこには、まだあどけなさが残ったベビーフェイスの、とろけるような笑顔の女性アナが、映っているではないですか。とにかく、可愛くて目が釘付けに。その女子アナとは、NHK 堀さゆりアナ。気になったので調べてみました。堀さゆりアナ。1990年5月25日生まれの30歳。血液型は O 型。身長は小柄な156センチ。ニューヨーク生まれの東京育ちの帰国子女。家族は、父母と姉と兄の5人家族で。学歴は慶応義塾藤沢高等部から。慶応義塾大学法学部政治学科卒業。有資格は英語検定1級と漢字検定2級。モットーは反省しても後悔はしない。入局は2013年で初任地は高松放送局でした。どうですか？もうこれを見ただけで。興味が湧く要素が満載ですよね。ハイスペックな上に NHK 伝統の小動物系正統派の流れを組む美女、堀さゆりアナ。彼女は米国ニューヨーク生まれで、8年間ほどアメリカで過ごしたようですね。そして日本に帰国後は、なんと子役の経験もあるとか。日テレの火曜サスペンス劇場で、坂上忍さんの娘役で出演したことがあるそうです。まあこれだけ可愛いので、不思議ではないですよね。それにしても帰国子女なのに、地頭も良かったんですね。高校は慶応義塾藤沢高等学校なのですが、この高校は言わずと知れた。慶応義塾大学の付属高校で、偏差値も75というハイレベルな高校。そこから慶応義塾大学法学部政治学科へ進学。大学時代は医学部サッカー部のマネージャーをしていたんだそう。私なら、ネイマール張りに倒れることに、全神経を集中したことでしょう。そんな菜園と言える堀さゆりさん。アナウンサーを目指したきっかけは、大学生の時に、人に何かを伝える仕事がしたい、と思ったからだと言います。大学3年の時には、BS 富士ニュースで、学生キャスターとしてテレビ出演しています。BS 富士の学生キャスターは、女子アナの登竜門と言われていますし、まさに、その王道を歩んできたようです。当然かもしれませんね。類まれな癒し系ぽっちゃり清楚美人の逸材で、しかもアイドルばりの可愛さですもんね。やばすぎます。実は、ご当地メディアで、キャンパスアイドルとしても紹介されたほど、NHK 入局後は定説通り、地方局周りからスタート。普通、5年は地方勤務なのですが、なんと、堀アナは、わずか3年ちょっとで、東京に帰ってきたというのですから、異例中の異例の速さだったのです。その転機となったのが、2016年のリオ五輪。当時、ニュースウォッチ9の、スポーツ担当だった、佐々木彩アナが、リオ五輪の現地取材のため2週間不在となり、その間に東京の代打として抜擢されたのが堀アナ。全国区の放送に初登場するや否や、その可愛いルックスとスタイルに視聴者の反響が殺到したようです。この活躍が認められて、異例の早期帰郷となりました。まるで同じような道をたどるのが、同じ2013年入局組の上原美月アナです。彼女もリオ五輪での活躍を契機に大きくステップアップした女子アナです。出身校も同じ慶應義塾大学法学部。しかしルックスは真逆の超正統派美人。この二人が NHK の未来のエース候補とささやかれています。そして2018年からは NHK の朝の顔として NHK ニュースおはよう日本の早朝のキャスターを隔週交代で2年間務め、涌田真由子アナとのツーショットは、まさに至高の瞬間でした。おかげで、
早起きができるようになりました。そして2020年4月からは NHK 朝一のリポーターとして活躍しています。近江ゆりえアナとのツーショット、凝視しすぎて通勤中に何度も危うく事故りそうになりました。同じ時期からその英語スキルが買われ、Eテレ世界にいいねつぶやき英語という教養番組に抜擢されています。爆問の太田光さんが MC を務める英語情報番組で、時事英語や SNS 英語などで使える英語表現を学ぶ番組なんだとか。ネイティブ講師を迎え、世界中のつぶやきを丁寧に読み解く内容で、太田光さんの持論なども注目なのですが、実は堀さゆりアナ、極度の上がり症もあって、太田さんのボケを完全スルーするなど、ハラハラしますが、そこはご愛嬌ですね。これは英語習得のチャンスかもしれません。そんな幸せな気分だったのもつかの間、とんでもない事実が発覚したのです。それは、堀さゆりアナが、なんと、すでに結婚していたというではありませんか。その情報を耳にしたときは、あまりの衝撃に、飲みかけていたコーヒーを、思わず吹いてしまいそうになりました。その羨ましいお相手の方とは、同局の釧路放送局勤務の同期のディレクターだとか、堀アナ、願書は、推しに弱いところだそうですから、相手の男性の熱烈アタックにやられたのでしょうか？同じメディアで勤める者同士ですから、お互い理解し合って、幸せな家庭を築かれてほしいものです。堀さゆりアナ、理想のアナウンサー像は、常に想像力を働かせて、思いやりを持って伝えられるアナウンサー。ぶれない、心の強さを持ちながら、いろいろなことを吸収できるしなやかさを持ち、常に成長し続けて、年を重ねることを楽しめるアナウンサーだそうです。柔和な見た目に似合わず、しっかり者ですね。未来のエースの資格、十分ですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、堀さゆりアナ、既婚者だったのはショックなんですが、見ていていつも心配しているのは、あの大きな目を、これまた思いっきり開いて話してるんですが、緊張のあまり、瞬きしてないんじゃないかなと心配です。くれぐれもドライアイに気をつけてほしいと思います。視聴者目線で、ブレずに、これからも応援したいと思いました。注目しています。それではまた次回お会いしましょう。